さてじゃあエンジュシティの松葉に挑んでいきましょう。さてじゃあサクッとジムトレーナー蹴散らして松葉のとこまで行きたいと思います。よし、ゴース5体はシンプルにダリー。よし、で思い出したんだけど、確かね波乗りの秘伝マシンがもうもらえるんだよね。これ舞妓班戦うことによってもらえるんで、もうパタローね今水タイプの技が1個覚えてない状態だし、ちょっとね波乗り技マシンをもらうためにここの舞妓班たちを倒していきたいと思います。オッケー、オッケーオッケー。スモモちゃん可愛い名前してるね。そうか、普通にやってればエイフィーとかブラッキーとかここで見ることになるんだね、初めて。さてレベルも33になった、そろそろ進化だね。あと1レベか。さあこれで終わりだ。波乗りちょうだい。うわー、なんか電話かかってきた。あ、みずほちゃん、そうか今日日曜か。え、いや違う、今日水曜だわ。何曜だっけ今日、分かんなくなってたよ。よっしゃー、涙もらった。これでだいぶ火力変わるよ、だいぶ火力変わる。まあ消す技は続きかな。もうだいぶ世話になったけどね、そろそろ続き分けして火力重視の突進にしよう。ちょ、鳴き声はねもしかしたら指示前使うかもしんないから鳴き声取っておきましょう。はい、というわけでジム攻略に戻りたいと思います。よしよしよし。いや波乗りの火力全然ちげえわ。オーケーオーケー、ギリギリ34にならなかったね。これはジムリーダー倒して真の姿になるっていうところまで見えたね。はい、というわけで松葉の前まで来ました。このままね松葉倒していきたいと思います。ちょっとね、まあ、ぶっちゃけこんだけレベル上がったし勝てるでしょってことで、まあ、若干ねなんだろう、ナメプが入ってるかもしれないけどね、これで勝ちにいきたいと思います。まあ14ぐらいね、誤差でしょ。よっ来たね。エンジでは昔からポケモン神様として祀っていた。そして真の実力を持つトレーナーの前に虹色のポケモンが舞い降りる、そう伝えられている。僕はその言い伝えを信じ、生まれたからずっとここで秘密の修行をしている。そのおかげで他の人は見えないものも見えるようになった。もう少し虹色のポケモンに会える、そんな未来が見えそうなんだ。そのために修行、君にも協力してもらうよってね。ポケモンマスターズってあれだっけ、松葉が確かちゃんと鳳凰をバディにしてるみたいな、なんかそういうのあったよね。うん、ファン待望だよ、松葉ファン待望。かっこいいよね、松葉超かっこいいね、ほんと。さてゴース、さあ見せてやれパタロー、視聴者のみんなに波乗りの火力を。ほら波になれパタロー。いや普通にさ命中安定でこの攻撃力はめちゃくちゃでけえよ、しかも秘伝マシンだからね。えい、ワンパン、おそらくこれでレベル上がるでしょ。いいね。さあこれで勝てばジュゴン、負ければパタロー、パタローじゃない、負ければパウワウ。いけるだろう、もうこのもうレベル21のゴーストとかもさっき倒してきたよ。いけるいけるいける。まあ怖いのはゲンガーだけど、どうなんだろう。いや勝てるでしょ、多分上は取られるかもしんないけどね。来たゲンガー、うわ強そう強そう、勝てるかなこれ、頑張れ。うわ上で取られ、オッケー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 、これでワンパンできればでかい。タイプ1波乗り食らってくたわれ。どう、ワンパンできるこれ。あ、できないか、結構耐久あるね。オッケー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 、催眠中にお似合いの末路だぜ。いけ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 、よっしゃこれは勝った。ゴースト、オッケーオッケーオッケー、もうゴーストなら勝ち、もう呪い来ても勝てる、もう今なら呪い来ても勝てる。ちょっとレベル高ない、レベル高ない、びっくりしたんだけど。よし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 、
やったぜ。さあこれでパトローも進化して松葉にも勝利。素晴らしい。まだ足りないのか。わかった、このバッジは君のものだよ。おや、パトローの様子が。うおお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 お、めちゃくちゃいい。うわ、かわいい。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。いいね。やっぱパトローはこうでなくちゃ。ファントンバッジをもらった。うん、波乗りという技が。うわー、呪言の背中乗りてえな。これシャドーボールだっけ。よしよしよし。というわけで、次は、アサギシティかな、目指して頑張っていきたいと思います。はい、どうも皆さんお疲れ様です。私タロスと申します。前回はね、松葉を倒したところまであって、無事、パタロが真の姿になりましたというわけで、今回はね、この左側の道を進みつつ、まあアサギシティを目指していこうと思います。でね、この辺のトレーナーはね、結構ね倒しちゃってるので、あ、ここ倒してなかったわここ倒してなかったけど、まあ結構倒してるんで、まあそこはカットしていきたいと思います。では戦っていきましょう。はい、オッケーオッケーオッケー。よっしゃー。とこのままトリポケモンでどっかに行きたい気分っていうか、君ドードしか持ってなかったよね。よしよしよし。めっちゃポケモン好きそう。負けたっていいですわ。なんかすごいおばさんな感じがする。オッケーオッケー。ミハエル、あ、ミハルか。びっくりした。なんか急になんか神みたいな、天使みたいな名前の人が来たと思ったわ。ミハルね。よし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 。ガーン、かわいいな君。船乗りさん。はい、到着しました、アサギシティですね。てん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 。お、なんだ。お、なんか来た。またお前か。私です。俺はお前みたいな弱いやつ相手にしない。めっちゃ構ってくるけどなこいつ。弱いで思い出すな東大で会ったポケモン世話してるってよ。おー、優しいじゃん。戦えないポケモンに何の価値もないからな。言うな、お前。お前言うな。バイバーイ。さて、ほんなら、まあ、東大に向かえって話なんで、東大に向かっていきましょう。とりあえず回復しないとね。だいぶね、その道中のトレーナーとね、戦ってる時に突進をね、対応したんでね、反動が痛えの痛えの。さあ、これ東大まで行きましょう。はい、東大まで来ましたので、ここにもねトレーナーがいますんで、まあ、トレーナー戦っていきたいと思います。カーネルってめっちゃ強そうな名前してるな。よし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 。おう、俺の負けだ。あっさりしてんな。オッケー、まだまだ修行は足りないな。オッケー、俺も笑えない。笑おうぜ笑おうぜ。もう、お、技マシン34。なんやろ。威張るか、なんかで使えそうだね。さあ、オッケー、あれらいきなり絶不調。オッケー、てか突進の反動でめちゃくちゃ体力削られてきてるね。やばい。いや、しかしあれだね、結構トレーナー避けながら進んでるっつってもいっぱいいるね、トレーナー。レベル上がりそう。いや、ここだけ、ここだけ街の BGM すごい違和感。パパルー、息をするのも苦しそう。やばいじゃん、それ。このポケモンいつも海をって、あ、電流が、電流が照らしたんだ。あれ、これ電流だね、確か。はい、よかろう。誰、陽一、誰陽一。ちゃんと俺がみかんちゃんと話し終わったタイミングで電話してくんの気持ち悪すぎるだろう。あ、気が向いたらね。さて、じゃああれね、シジマの町なんだっけ、あれタンバシティだっけ。タンバシティにね、ひねの薬とやらがあるんで、そこに向かっていきたいと思います。で、波乗りで行くんだけど、
まあね、そこらにもなんか海パン野郎とかビキニのお姉さんとか、まあ、トレーナーいるんで、まあ、そこら辺もね、軽くカットして、お送りしたいと思います。で、行きましょう。